月が月が、皆さんが平常習うことがですね、極意であるというふうに上芝殿も言っていた通りでね、実際、一番最初にやることが大事なんです。それをしっかり、自分の身につけるということね、これを考えて三日でもやりますけどね、こう置きますね。それでこう置いてこういうのをね、これがいつも皆さんやってるやつね、でこの上がった時にですね、これが一番難しくて大概こうなりますからね、これをまず注意する。それからこっちは全然留守でね、これだけでこう畳み上げみたいにやっちゃうっていうんじゃなくてですね、ここのあれを、ここはもう非常に強くなってます。皆さんね、非常にこの手首が強くなってます。ですからこれを攻めても動かないですね。だからもう少し間合いとね、それから剣とね、その線ですね、この線をスーッと生かすんです。ね、そうすると自然にこう流れが出てくる。一本調子でギューッとやっててもね、これはかからないですね。こう押さえつけると分かりますがね、こいつがこう下がってくるんですよね、下へね。力を入れた場合にはこれが下がる、下がってきちゃう。それで相手は離せるんです。パッと手を離して、もう離せるんですね。ところがこれは本当は離せなくならないから。それには相手がこう上がってこにゃいかん。ずっとこれをやることによってこれがこう上がってこないか。そこへ来て初めて強力が出る。それが流れが出るとその強力が出る。よし、クソッ、これでもういいわ。これだけ違うね。今やっててもこれになるね。これを重視する。それからもう少し楽に椅子を変えれば、これね、こうやってこう、わしがすがるでしょ。座れば一緒に相手も座る。いうぐらいです。ね、そのくらいの一緒に、その自分の体の一部分っていうか、ね。ほら、ね。ほんなら、また二回目で、手刀で、ね、やってみます。手刀もこうなりますからね。これを注意する。これ自然の構えを見ながら思い出してね、構えをよっとこう、これでもみこえシューッと流れる。でこの手がね、下がらん、下がっちゃダメ、上がってくんよ。うつうつ。それでこれ膝がね、うつうつ。それでもう一つ、うつ、これで流れる。だから楽なんです。うつうつ。うつうつ。楽なんですね。構えを思い出す。構えの姿をね、どこまでこの足の崩れんようにね、これがこれだけ入る。これはもっと強いこの線引き倒れるね、この線引き座ればいいね。これ折りたためよ、こういうふうにね。それでこれギューッとやるとこうなっちゃうね。だからこれは離しゃいいんですよ。ね、離したら楽になる。離さない。一緒に来るんで、わし。ね、自分が座ってって、こういうふうな状態。これでもできないで、たぶんね。これは相手のバランスが全部崩れる。離せば転ぶからね。離せば転ぶから自分にこっち座る。転びそうになる。で離したらね、離したら来るんだよ。ね、だからそういう風にね、なかなか痛いから、ね、だんだん上手くなるよ。一緒になって落ちましょう。な、そのくらいくっついてくる。そのくらいになるんだよね。だから今、今度はなお難しいですから、これからピシッと言ってね。これは相手がこういう風になるよりかね。ね、これはきちっとこれ固定だけで動かない。このぐらいの力が出ないとシャッと
これはあの、4つね、こういうふうに持ちますね。これ持ってもね、これはあの、4人だとか、4つの手が来た、1つだっていうのと、全部、同じなんですね。これ合わせればいいんです、これ全部。これで、ね、それくらいの、あの、はい、力のまとめっていうものが、できる。これはあの、あれでしょう。誰がやってもまだまず難しい。ところがこれ逆行するからね、えれい力が出ちゃうんですね。自分の手が起きしょれるんだ。だからこれに順応せねえから、順応せねえから、ね、ここへみんないつも言うように逃げた時は来てるわけです。力がね、この真ん中ここに来てる。だからこの焦点をね、焦点を合わせる。これの手とこれの手。それで楽に行くわ。ね。それで自分の腰がね、してたらいいんだ。ね。この問題なんですよ、こうやって。ね、座れば座る。中野君だって決して弱くなる。これで起きれない。ね。なるわけね。だからこう自分のあの体をね、スッと力をスパッと抜けるぐらいのね、あれがないといけないんですね。それが一つ難しい。持ってますね。そうすると今度はね、この肘をこう立てて、この肘を立てて向こうへ。あれですよね。ただこれじゃ動かんすよ。これじゃね。ね。これじゃ動かん。これはあの、稽古でもやります。やってます。これだけ動くから。ね。手が動くから。手が動くからね。だから、まず、どれだけ相手の体勢がぶらつくか。自分はこうやってちゃダメ。だから、この軸足になりますね。これがガチッとしてるわけ。まず軸足っていう。これがブラ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 してあった。それにはこれがカッと入ってる。おい、そうすると初めて、手の軸足というところがわかるんで、ね。で、ちょっと後ろ足をちょっと。これがあの、技になったね。おい、ね。これがしょっちゅう。技で、ね、だからそれを手で皆さん振るからね、いかんから立ててひょいっ、だから手じゃなくてこの腰とね、これはこのままこうこれでいいよ。これが変えれば、ね、それぐらいきついわけ。それからあの肩が非常に張りますからね、これを肩の張りをね、なくすっていうことね。力が入るとどうしてもこういきますからね。だからあの、そうすると止まっちゃうんですよね。だからこのまま、今度はこう伸ばしてね、引っ掛けていくからね。これはあの、伸ばして、これがそのままうまくしゃがめばいい。こういうのがあのなんていうの、姿勢が取れないですよ、ね、ね、こうやって手を下ろしゃいけるっていうね。そこに、うん、姿勢の正しさっていうのね、これを持たれる。だからこれがこういってまず切り取ればね、スッと入る方が、それが効かんからね、投げられやしね。これだけじゃこうやって頑張っちゃうね。だから皆さんが今度は演武をやるときにね、本当に相手に効かれ
効くような技をかけるついてくれよ、これでね、それをできるようにならない。そうするといつまでもね、くっついてパッパッ、まあ例えば横目を打ってきてもですね、さあこう避ける、それで自分の手が真っ赤になるように、じゃこれだね、それで相手がそれに順応してピシャッと乗ればね、パッとくっつくから、それでスッとこう持ってってやれば、横面でも正面打ちでも自分の手にショックが来るようじゃこれかね。だから今の場合でもですね、しっかり持たれて自分がこう空振りのような気持ちがいた、このままでスッとね、これでいいわけね。だからそんなに、例えばこういうふうに持たれたとしますね。しかしね、これはもうここへ置いとかにいかんね、任しとくということですね。それができないとね、体のこの中心が狂うわけです。ほら、これで、これで響いて、いやいやいやいけるね、こういうふうに持たれて、こういうふうに手伸ばされて、こうありますね。それでこの左と右の手がね、同じように座る場合にね、ずーっとこういうふうになってなるぐらいにまとめねえから、まとめないね。それをね、みんな画欲が出すから、それぞれのみんなの気持ちが一体になるように自分持ってってやるということ。これは自分を無心にするっていうことが一番、無心にする愛されるまではやらない。だからまあ一つ道は遠しだけれども、皆さんこれから大いに勉強してですね、しっかりした構えのできるようにね、やってもらう、これが一番最初です。基本技の一本でもですね、これが本当に、効果ある基本技でなければならないですね。しかし、普通の練習ではですね、一応の形がですね、できれば、それによってまあ手足腰体勢を作っていくわけです。実際にそれがですね、効果を出すにはですね、あらゆる角度から検討をされた、してですね、それが効力をそれ発揮するということにおいて、それの総合した力がですね、結局基本技に乗らなければ本当の基本技にならない。それが一つのね、塊になって、基本技が、成り立っているんです。で、それにおいてですね、部分部分の力の結集をまず行ってですね、それからのうちに、
技に入る、技を一本行っていくということで、ね、それに当てはめたものを作り上げる、作り上げるということが大事だと思いますね。型のでもいつも言うように、どこも皆同じなんですが、この特にこの掴まれたりなんかしているのはまだその基礎をね固めるに上においての一つの方法でありまして、それが完全に出来上がった時に、自由技というものが完成されていくわけです、この一つ一つの技を十分にしっかりと作り上げていくという気持ちでやってもらいたい。今日は一つ肩を、はい、今静止してますけど、これは一切の場合になると動くわけですね。こういうふうに、あるいは横へ引っ張られて相手も動くわけです。そこまでにですね、に乗れるようにならないかんですね。どういうふうにな方法でやってもいい。ところがこの相手も動く、相手がこう動いてこうやりだすというのに的確にはめ込むにはですね、やはり最初のさっき言ったような、基礎ですね、基礎固め、これができた上において、だんだんと行動のものになればね、その相手も動く、相手も引っ張り回されるようなところまでね、持っていっている。それから、あるいは殴ってくる、あるいはついてくる、そういうような応用技、これが施せるようになるわけですね。それを施す上においても、自分がそのしっかりとこの部分の力を備えてきて、練磨してあれば、ね、慌てることがなくなります。それで非常にゆとりのあるね、さばき方ができるということになりますね。まず二箇条で決めてみる、こう上げますね、それでこれでこう決めますね、ここですよね、こう上げてこう決めるというところのこのバラあれですね、力の作用、これも十分わきまえとかにいかんわけですね。でこれは今言いましたようにちゃんと普段稽古している二箇条の、格好になっているわけです。相手は何の抵抗もない二箇条に持ってってるわけですね。今練習をしているわけですね。でこれをこう持ってってこう入るということですね。これがスーッとこう入れるようにならない。ところが大体ジグザグがあるんですね。こういってこうなるんです。これじゃもういかなくなる。だからそこに流れを作るというね、これが大事なところなんですね。常にこう流れがあればね、美鈴川のようにきれいな水で、いられるわけですね。だからその武道でもそうですね、濁った技では意味がない。きれいな技があるんですね。この流れこうしてこういくだけのことね。そしてその時には無理がないようにねしていくわけですね。ところがその皆さんのは無理があるもんでみんな頑張りやすいんですね。だけどこっちが無理がないように持っていけば相手も無理がなく倒れる、倒れるね。だからこれがね最初のあれですね。それがだんだん片手でもいけるね。それからこうだんだんこういけるというふうになってくるわけです。今度はこの肩と思ってこういうふうなこの片手でね、片手でもで、この肩の思想とこれの固定で、そしてそれに乗せるわけです。手かけないでね、ね。それでその真ん中の線を生かす上においてこの首筋ね、後ろの首筋がピッとならないと、ぐらいしたい、これがピッとこういうふうな姿勢
してるから、そうしないとこう倒れない。それでかかれば、かかる。ね、あの、ここで、あれが、ラジオがかかる。そういうふうにならないんだよね。それだけ、肩の、抑えの効力というものを作らない。両方持っても、この方が。ね、こういうですると。ね、だから、これピピピピッとで、電波のようにこう回ってる。回る。そのぐらい力っていうのは流れなきゃいけないね。これは姿勢で抑えにいかん。姿勢で抑えにいかんね。それをその手でこうやろうと。どもこう曲がってダメなんです。だからこれ楽にしてね、パリンとこう、パッとこう、これだけでもう入ってるんですよ。はい。ね。こういうふうな、波。はい。ね。こんな今、ブルブル震えて使うの。こんなものはどうでもいい。いくらね、いくら、力ブルブル、だってね、いいわけね。今のようなね、状態ね、これは結集して初めて基本技の、肩投げね、これになるわけ。これ持たれた場合、今の状態、こういうふうなね、基本技の状態になれる。初めて聞くんですけどね。それをね、今のようなものは聞かないで、今のように投げられたらこれは嘘なんですね。だから、こうして、ガッと、あっしゃ、これでいいです。ね。実際は、こうして、こうやれ。これがまあ、普通の技ですね。それでいいんです。それでいいんだけどね、これがね、しっかり打ってくる。こういうのやつがね、これは無理ですね。効いてないんですよ、本当これ。強い。今のように、これを抑えて、本当に抑えてるようにならなきゃね、本当のこの、パッこれは効かない。今見るとね、こういう状態になっちゃうね。自分はこっち来てるけど、相手はこれは残ってるじゃん。だから、いかん。それで、こう握った時には、これからここ肩をこう持ってるわけですから。この山からこれ入ってからいかん。ね。それで、これ向けないかん。この真ん中へ。だから、こう入ってからいかん。ね。肩の力の作用。そうしないと、これがガクンと来ちゃってね、動かない。だから、一概にね、肩って言いますけどね。これは、こう入る。そうすると、これだけ動く。それで初めてね、こうした姿勢で、自分の体は安泰として、そして、相手が、ふっとこう、波に乗る。だから、非常に難しいのは、肩の操作っていうのは、これからくるくるくる、入ってくる。そうするとこれはね、力抜けちゃう。相手の力がなくなっちゃう。それで自分の肩の回ったようにしっかりとこれ持ってるでしょ。これは吸わせてください。こうほらもうこれだけ動くんですよね。ぴったり合った時に、だからこっちこう持ちますね。これもこれに伝わってずほらほらほら、これで、これで入ってます。入ってます。それで、今のは姿勢を崩しているんですが、これが姿勢が、おかしい姿勢が正しいと、キャッとこう、コマ回すようにね、クチャッといかないか。それが、今皆さんに、わかりやすいように、
姿勢を崩して肩の操作だけをやってればね、これで動くんですよ。だから両方こうちょっとこっちに来ても今のようにあの会えばね、ふっと取れなきゃいけない慣れるね。だから単に肩の操作といってもこれはいいんですよ。こうやって持ってても うまく入るね。ここは足が動いててね、体全体の動きが止まっちゃってるね。だからもう少し全体がこう動けるようにね、全体がこう動けるよ。それから相手のツボにスポッとそこへあれがあった、肩なら肩の力が入るようにね、持っていくその動作、これがあの一番大事なこの膝のサイドになってくれば、全部がいくと膝の操作、腰の回転、これそれから足の踏ん張り、これが一致しないとね、あの今のようにスッと軽くいかないんですよね。だから本当の武術っていうのは大小関係ないわけですよね。大は大なりの技あり、小は小なりの技を施せばね、あの自然にこの、動けるようになります。で痛いとか自分にショックが来るとか、それから自分がふらつくとかっていうね状態では非常にこれは不自然なんですね。だから自然に自分で歩ける歩く姿、普通にこう歩いてるような姿が取れればね、あの技がそういうふうにかかれば非常に満点ということが言えると。今日は次は肩の